の舞い散る季節。桜、桜、桜餅食べたい。あらあらあら、おら邪魔だぞ、豚。豚、あーもう、ブーブーうるせえな。掃除してんだからよ、そこどけよ。みっとー、誰が豚よ。私のどんどん太ったよね。そういえば春休みからずっとくっちょねの生活が続いてたもんな。来週身体測定があるのよ。どうするの？太りすぎって診断されたら。ふ、太りすぎ。ねえ聞いて聞いて。何みほちゃん。私買ってもらっちゃったんだ、身体測定できるかわいい下着。へー、どんなの？それがオレンジのギンガムチェック、上下お揃いでめちゃくちゃ可愛いの。その日に見せてあげるわよ。いいなあ、私も何か買ってもらおうかな。私だって可愛い下着ぐらい持ってるもんね。あら、じゃあどっちが可愛いか身体測定の日に見せっこするっていうのはどう？へえ、いいわよ。ねえ、ミーコの下着ってどんなの？あいつら、でっかい声で。ママル、お風呂行ったよ。おう。ついにこの日が来たんだわ。ママが買ってくれた可愛いイチゴ模様の下着。特別の日のために今まで着ないで取っておいたんだもんね。なんで似合わない。いくら太ったからってこれじゃ本当に豚さん。もしかしてママが買うときにサイズを間違えたんじゃ。きっとそうに決まってる。ただいま。ママ。うわなんて格好してるの。また風邪ひくわよ。ねえねえ、新しい下着買って。何言ってるの、それ買ってあげたばっかりじゃない。だってこれ小さいよ、サイズ合ってないよ。普通サイズよ、それ。サイズが合ってないんじゃなくて、あんたが太ったんじゃないの。あんまり太ると可愛くないわよ。何？新しい大きめの下着買わない。やっぱり。ああ、美穂ちゃんと下着見せっこする約束しちゃったのに。こうなったら痩せてやる。このイチゴ模様の可愛い下着をつけるために、ミーコのダイエット大作戦。その1、規則正しい生活。その2、適度な運動。その3、カロリーの高いものは控える。その4、ストレスを発散させる。その5、甘いものは控える。その6、買い食い禁止。その7、おやつ禁止。そしてその8、夜は晩ご飯以外食べない。今日から春の交通安全週間です。車道を渡るときは必ず横断歩道を渡りましょう。いよいよ今日ね、身体測定。
急に道路に飛び出したり、車の間から少しは痩せた？まあね。体重減ってないよ。朝ごはんだって食べてないのに。はあ、お腹すいた。ねえねえ、ミーコの下着ってどんなの？ねえ、いちご模様の。いちごショート、いちごミルク、いちご大福。気がついたか。もうこの子ったら。軽い貧血みたいですな。心配ないとは思いますが。どうもすみません。山田、ちゃんと朝ごはん食べてるか？ダイエットしてたから。ダイエット？今日の身体測定で可愛い下着お友達に自慢しようと思って。だけど太ってたらみっともないし。はあ？下着自慢ね。まったくもう、子供が無理やりダイエットなんてするものじゃないのよ。ママだって太ってたら可愛くないって言ったじゃない。あれはあんたがくっちゃねばっかりしてたからでしょ。それに下着だってね、子供のうちは清潔にしていればそれで十分おしゃれってことなのよ。それはそうかもしれないけど、私は痩せたかったの。どうする山田、この後身体測定だけどやっていくか？はい。本当にどうもすみません。いえいえ、こちらこそわざわざお呼び立てして。でも大丈夫でしょうか？あれだけ元気ならそう心配ないでしょう。ま、どっちにしろ下着自慢はできないと思いますがね。どうして？知らなかったか。5年生から全員体操服を着て身体測定をすることになっているんだよ。よかった。下着だけだと恥ずかしいもんね。裸でやりたいって言うんなら先生は止めないぞ。そうだったのか。どうしたのミーコ？今日の身体測定、身長も体重も去年と大して変わってなかったんですって。おかわり。ちょっと太めだけど平均値がうちだもん。全然気にすることないんだって。なんていうか体重とかの問題じゃ。その思い込みの激しい性格、なんとかしてほしいわ。ガリまたマグ。こっち向いてミーコ。